you. お前についてくさ。いいぞ。正気に気をつけろ。正気に気をつけろ。私が宿しているのは神の御霊です、ホムラ。てめえら、なんでこんなとこいんだよ。あなたこそ一人で何をしているのですか。逃げるなら方角が違うでしょ。これからとんずらすんだよ。ま、その前に一個やることがあるけどよ。てめえら俺を追ってきたのか。別にお前のためじゃない。面白い鬼がいると聞いたんでな。俺にも相手をさせろ。ったく、剣術バカが。ま、そういうことならいいぜ。確かに一人じゃきちい相手だ。その前に詳しい話を聞こうか。お、またてめえかよ博士。こちらには全員揃っている。もう少し詳しく説明しろ、ホムラ。そうよ、事情くらい聞かせなさい。事情ね。別に俺は興味ねえぜ。ひよっこの身の上話なんざ聞きたくもねえ。その割には通信機にかじりついてるな。しゃあねえな、ったく。なんか知らねえけどつけ狙われてんだよ。暗闇の中を移動する鬼にな。俺の行く先々にくっついてきやがる。おかげで気づいたら失踪事件の下手人扱いだ。この鬼は闇の中を自由に移動して人を食うんだよ。巫女の結界もこいつには効かねえ。
早く倒さねえとまた誰かやられるぜ。じゃあ何？全部濡れ衣ってこと？最初からそう言ってんだろ。なぜその話をしなかったのですか？そりゃ盗賊なのは本当だからな。どの道捕まっちまうだろ。それよりどうすんだ？ついてくんなら早く行くぜ。おかしら。よせ紅月。バカ野郎。どうした？何があった？紅月がやられた。大勢痕跡ってやつをたどんだよ。今ならまだ間に合う。さすが。
かますぜ。正気かよ、うざってえな、ったく。生きてやがったか。おい、しっかりしろ。ここは野郎の餌場だ。ここで獲物をゆっくり来るぜ。逃がさねえ。いい加減うざってんだよ。年貢の納め時だぜ。クソ鬼野郎。戦えるか、ベニズキ。大丈夫、やれます。あの鬼の中にダチの魂がある。もう魂が
偽物の声だけじゃねえ、本物の声も混じってやがる。だったらやることは一つだ。来るぞ、タバハリ。逃げろ、ホムラ。あいつはもう止められない。お前と別れてくれ。俺は結局一枚抜けられなかった。人殺しの手伝いをして生きてきた。大まかときでこいつに食われてからもどこまで行っても殺しの螺旋が続く。そうやって生まれの宿命なんだ。逃げられないんだ。まあまあ言ってんじゃねえぞ。生まれの宿命だ。バカかてめえは。確かにどうにもできねえだろうよ。特にどんな風に生まれるかなんだよ。でもてめえの魂があんだろ。どう生きてえとかそういうのがあったろうが。てめえはあん時来なかった。でも本当はどうしたかったんだ。答えてみろよタコ。まだ魂残ってんだろ。てめえはどうしてえのか言ってみろ。なら頼む、助けてくれ。ちょっと聞こえただろ。悪いが喧嘩してラチコを助けんだよ。今度こそ足抜けさせてやる。いいでしょう、レニズキが相手で。全力でやってやるぞ。やれ、ホームラン。こいつを倒せ。待ってるよ、任せな。声しなくなっちまったな。最後の言葉どうだかな。忘れちまったぜ。ああ、なんだこれ。これはからくり石。遺跡で取れるあれか。なんでこんなもんがここに。まあなんでもいいか。お宝見っけ。ありがとう、ホムラ。石の中に彼の魂があったのですね。よくわかんねえが声は聞こえたぜ。じゃあな、ダチコ。付き合わせちまって悪かったな、てめえら。帰るっつったってよ。マホロバに戻りましょう、ホムラ。おいおい、また捕まっちまうだろうが。それについては心配するな。私が手を回しておこう。だからいきなり話しかけてくんじゃねえっつーの。行くぞ、ホムラ。まったよ、帰ろうぜ。
おめえらは。わかったぜ。おいおい、てめえか。さっきは助かったぜ。おかげでダチを助けてやれた。ずっと気にはなってたんだよ、あのバカがどうしてるか。ったく、鬼なんかに食われてたら世話ねえぜ。俺はてめえらと違ってもともとモノノフじゃねえ。死んだモノノフの武器を拾って適当に戦ってきただけだ。この里にいたのはとりあえず飯食えるからだ。そろそろおいとまさせてもらうぜ。って言いてえところだが、てめえには借り作っちまったからな。唯一のダチ子を助けられたんだ。恩返しくらいしとかねえとな。やろう、調子に乗りやがって。ま、一応感謝しとくぜ。ありがとよ。我は影、光に沿うものなり。なあ、なんだこりゃ。まあ何でもいいか。んなことよりさっさと行こうぜ。俺は盗賊だぜ。まだまだお宝探さねえとな。さて、一体何の話？
さて。10年も経てばな。はあ？じゃあ、しっかりな。面白いものたくさん見よう。よし、この辺りなら誰にも迷惑をかけないで済む。あなたはどこから湧いたんだ。わからない。もしかして博士の言っていた。それより早く逃げるんだ。もうすぐ白煙が。戦いの時は来た。しまった。またしても。逃げてくれ。前回と全く同じだ。どうしてあなたはいつも突然。少しだけ耐えてくれ。白煙は時間が経てば消える。それまで絶対に死んじゃダメだ。すまない。そうか。
知りたいことはまだまだあるの。よし、みんな無事だな。少し休もう。あなたに助けられたのはこれで二度目だな。どうして突然空間転移というのをしてしまうんだ。いいんだ、余計なことを聞いた。あの鬼は白猿というんだ。いつもどこからともなく現れて、私や周りの人を襲って帰っていく剣の呪いだ。私が持っていた剣、一族に代々伝わる宝器、あれはからくり技術の結晶で、鬼を呼び寄せるとじいさまは言っていた。今からずっと昔、何万年も前、異界に住む鬼を制御して戦の道具に使おうとした文明があったそうだ。けれど制御に失敗し、一夜にして文明は滅んだ。まるで海に沈んだアトランティスのように。ネイリングはその時代の遺物なんだそうだ。私の一族は守人としてそれを保管する役目を追ってきたという。じいさまの書斎の隠し部屋にネイリングは密かに保管されていた。でも私は何も知らずに剣は抜いてしまった。物語に登場するような英雄に憧れていたから。その時白猿が現れ、全てを蹂躙して去っていった。じいさまはその時に私を守って、それからだ、白猿との長い戦いが始まったのは。剣は壊れてしまっていて、ところ構わず白猿を呼び出す。いつも剣が淡く光り出すんだ。それが始まったらすぐに異界に向かう。そして白猿が現れたら帰っていくまで何とかやり過ごす。それが私の抱えた事情。剣を手放そうともしたけれど、必ず私の手元に戻ってくる。使用者の証というものらしい。私の体に流れる血が剣を引き寄せる。死ねば、あるいはこの呪縛からも解放されるかもしれないと思った。でも、じいさまは私に生きろと言ってくれた。だから私はここにいる。じいさまが守ってくれた命をつなぐために、いつの日か必ず私は白猿と戦い続けてきた、何百回と。でも倒すには力が足りない。あいつは強大すぎる。悔しいが、今はこうしてやり過ごすのが精一杯だ。一つお願いをしてもいいか。みんなにはこのことを黙っていてもらえないか。剣の秘密を知られては迷惑がかかる。いや、本当は怖いんだ、みんなから拒絶されるのが。こんな危ないやつ近くにいたら嫌だろ。ありがとう。大丈夫、みんなは巻き込まない。少しだけ私のわがままを許してくれ。
女、妙な力を使っているな。どこで手に入れた？何の話かわからんな。さか知らな小娘だ。お前の仲間から聞き出してもいいんだぞ。確かからくり使いと言ったか。お前なんぞにやられる玉じゃないさ。それに私は偉そうな奴が大嫌いなんだ。クソして寝てな、アホ。腕が立ち、頭が切れ、度胸もある。タック用といい障害が多い。もっともこの程度はねじ伏せてすまねばな。世界を変革するためには。